はいどうも、皆さんお勤めご苦労様です。ということで、今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね、速報、小池都知事が12日に出馬表明、7月7日投開票の東京都知事選、これまでに30人以上が立候補表明ということでですね、えー、これで何回目の出馬表明なんだという話なんですが、小池百合子がですね、東京都知事選についに出馬表明と、 ということになりました。あ以前にですね、えー、もっと早いタイミングでですね、出馬表明すると、まあ、いうふうに報じられていたんですが、あ蓮舫がですね、えー、東京都庁の方にですね、えー、来てですね、まあ、話題を持っていかれてしまうというふうに考えたのかですね、小池より子その時は出馬表明しませんでした。まあ、情勢がですね、えー、小池より子圧勝となっていた、まあ、前回の選挙とは違ってですね、えー、最近は自民の裏金問題や小池より、えー、子自身の人気の 低迷というのもしかしたら立憲の蓮舫がですね、立憲共産党としてですね、えー、出馬してくる蓮舫が勝ってしまうかもしれないと、最近の選挙結果を見るとですね、まあ、どうもそんな流れができているということでですね、まあ、小池陣営も苦しいというふうに、まあ、あ見られている中ですね、えー、小池、えー、本当に出馬するのかというふうにです、ね、見られて、このままね、蓮、ま、舫、あ、に負けるという結果になってしまっては、もうういですね、うまあ,あ、結果になってしまっては、 今後生きていけませんからね。はい。えー、まあ、なので、負けるぐらいだったら出馬しないのではないかと。 まあ、いうふうにですね、見られていたわけなんですが、ああ、ついにここで、えー、まあ、を持してと言いますかね、まあ、出馬表明ということになりました。まあ、もう今となってはですね、もう、蓮舫都知事というのを阻止するためにはですね、もう、小池百合子しか、あもう現状選択肢がないというのが、何ともですね、えー、情けないというかですね、もう完全に都民からすれば罰ゲームとーいった話になるわけなんですけども、はい、えー、待望される石原良純、新都知事というのは今回もですね、えー見送 売られることになりました、えー、なんですがこの小池百合子ただですね、えー、出馬するという風うにはしませんでしたなんとですねはいこのタイミングで 190万の低所得世帯に商品券1万円支給、ネットえげつない想像を絶するあざとさということでですね、はい、えー、もう小池百合子といえばこの目の不調、真っ黒に塗ってですね、えー、タヌキメイクでおなじみなんですけども、おなんとですね、自身の、えーまあ、今までですね、この都知事選に出馬を表明をしてこなかったのはこれをするためかといったタイミングでですね、えー、なんと都知事選前にですね、低所得世帯に1万円をばらまくというふうにですね、 <laughs> えー、発表してですね、えー、もう完全にもうほぼやってることが買収といった話なんですけども、これは都政だということでですね、はい、えー、公職選挙法ではないと、違反ではないというふうにですね、こういう距離もお言い放ってるようですね。はい、えーまあ、今回の東京都知事選も連邦がですね、事前活動というのをかなり大っぴらにしてですね、はい、もう私の絵にも例のですね、その共産党のね、連邦の公約ビラみたいなのがですね、 ポストに入っててですね、もうこんだけネットや世間でですね、えー、これは違反だという,うに言われてるのに、まだやってんのかという感じですね。はい、えー、まあ、こういうのをなってですね。 連邦、えー、になんてね、こう、票を入れてはいけないというふうに世間が気づいてくれればいいんですが、まあそこまで深く考えてないね、えー、一般の、まあ、都民からすればですね、あなんかビラ入ってたから今度連邦に票を入れてみようかなとか思ってしまうことはしませんでね、えー。もう地獄の都知事選と、いうふうに、もう過去最悪の都知事選と言ってもいいんじゃないかと、いうふうに思いますが、はい、えー、190万の低所得世帯、えー、にですね、えー、物価高対策として1万円の えー、商品券や電子ポイントを支給する。正直にね、その物価高対策としてね、もうガチで見るんだったら、ね、1万円もらったからって何が変わるんだっつ話ですよ、これは。完全に選挙対策としか思えないという感じですかね。えー、当初部や参間部は、あ商品券などが使える店が限られることから現金を支給すると。もう最初から現金でいいだろ、全部というふうにも思うんですけれども。はい、まあこういうこと、1万円をですね。 物価高対策として定職特設帯に配ると、いうことで、まあこれ自体もですね、じゃあそれなりに所得がある世帯は何もないのかということで、かえって反感を買ってですね、もう連邦に票が流れるということもあるんじゃないのかという感じなんですけども。 はい、えー、小池より子がもう背に腹は変えられない、もう蓮舫に負けることだけは嫌だということでですね、1万円配ってからの都知事選出馬表明と、もいうふうになってしまいました。はい、えー、まあそんな、あこのね、地獄の都知事選なんですけども、対する蓮舫の方でもですね、まあ相変わらずですね、もう無知をさらけ出しているということでですね、はい、もう蓮舫の方はアホの方だという感じなんですが、 はい、えー、やっぱ来ました。えー、蓮舫神宮外苑、100年かけて育ててきた森、外苑に森なんてないって炎上。これね、私も再三言ってますけどね、この神宮外苑の再開発、木を切るなとかね、坂本隆一とかパイク連中が言ってますけれども、木切って何が悪いんだって話ですからね。もう人間、もう特に日本人なんてですね、もうね、家だってもう木造の家が多いしね、木を植えては切って、植えては切ってでね、こう、文明を作ってきたわけなんですよ。 ね、木って何が悪いんだと、いう話ですよね。もう何回も言ってますけど、この神宮外にちょろっとある木を切ってですね、東京の酸素がね、薄くなったりするのかっていう話ですから、そんなことないんでね。はい、えー、その、ね、便利になったりですね、よりね、こう、使いやすくなるんだったらですね、木をね、その、まあ、あ切るなり、移設したり、また植えるなりしてね、<laughs> すりゃいいんだよと、そんなぐらい自由にやってくれっついう話でね、木がここに生えてるからね、建物、もう、もう、建てらんないとかですね、 グロ骨頂ですから、本当に。はい。その、パヨクとね、えー、言ってること,と同じになりますからね、木を切っちゃいけないとか言ってんのは。はい。えー、その、何回も言ってます。薬島の杉の木とかそういうね、本当に価値のある木だったら別にね、えー、取っときゃいいですよ。はい。この、神宮外苑なんて別に人がそこに植えた木ですから。はい。えー、たがらかなんかね、数年、数十年前みたいな感じ。しかもですね、これ、えー、蓮舫がですね、 え、なんかね、えー、木を切るのは良くないみたいなですね、なんかもうパヨクの感情論みたいなもん持ち出してですね、もうなんか事前活動としか言いようのないようなね、えー、神宮外援視察というのを行ったようなんですけれども、はい、えー、これ、えー、育、100年かけて育ててきた森は簡単には再生しませんとか言ってんですけども、これですね、完全に連舫、もう勘違いしてますね。 はい、これですね、この、100年かけて作った森津の、この明治神宮のこれ内縁というふうに言うらしいんですよ。これもう明治神宮の、まあいわば本体ですよね。えー、原宿駅の反対側にある、この森の中にあるところ、もう初詣とかでですね、えー、結構人がごっ,てがごった返して、まあ予備公園の隣にあったりと、もう都会のまあ、えー、まあかなりですね、えー、木の多いスポットという感じ、えー、なんですけれども、 今回ですね、再開発して木をどうこうとか言ってるのは、この明治神宮の本体の方じゃありません。こっちの外苑です。はい、えー、外苑マンとか青山一丁目とかありますね。はい、えー、この品の町とかですね、これ創価学会の総本山ですけれども、このね、神宮球場とかあるところなんですよ。ここのね、ま、木をちょろっとね、切ってですね、他に移してね、えー、より広い建物とか便利な施設とか作ろうという話ですよ、これ。 何を文句言うところがあるんだって話でこれね。はい、100年かけた森がね、こうね、再生できないとかですね。えー、どうこう言ってんだこの明治神宮、えー、のこの方なんでね、この森がどうこうっていうのは。今回再開発するこの外苑のこっちの方なんで。はい。国立競技場とかあるこっちの方です。 はい、えー、なので、まあ、これ、えー、連邦はですね、この勘違いしてんだか、なんか、あー、わざと言ってんだかよくわかんないんですけども、かなりですね、ちんぷんかんぷんなことを言ってますね。はい、えー、しかもこれがですね、その再開発後のイメージ図らしいんですけども、左が現状です。 はい。えー、そして右が、あ再開発後のイメージということで。まあ、これね、えー、季節とかでですね、そういったね、えー、その、まあ,あ、差というのありますけども、この右の形十分ね、これ木入ってんだろってう話ですよ。はい。なんか木の量からしてもですね、これ増えるらしいんでね、再開発後の方が。何をガタガタイチャモンつけるね、ところがあるんだってう話ですこれ。 はい、えー、まあ、そういうわけなんで、その、ね、えー、皆さん、レイホンさんのデマや、印象操作に騙されないでください、というふうに、まあ、この人はですね、レイホンがね、えー、まあ、そこまでアホではないというスタンスでですね、このレイホンがわざとね、印象操作、嘘を言っているというふうにですね、<laughs> えー、まあ、取ってるようなんですけども、本当にただ勘違いというか、この神宮のですね、この、 えー、本部とこのね、えー、この外苑の違いが、連法ついてないんじゃないかという話もありますから、もうそんな奴に土地なんて任せてられるかという話ですよね。はい、えー、まあそういうことでですね、はい、えー、この神宮外苑のね、えー、話一つ取ってみてもですね、えー、まあ、あなんてですね、こう土地にしたらですね、もう東京都民のですね、まあためにならないということが、まあよくわかるという感じですね。 はい、えー、まあ、ただですね、その、対する小池、えー、ゆり子がですね、まあじゃあまともかというとですね、まあかつて、 もう本当にね、今回のね、その、構図とそっくりですね。えー、豊洲移転というのがありました。あこの時にですね、もう散々もう、あ、これは安全だから、さっさと移転してですね、東京オリンピックに備えた方がいいんだと、えいう、時にですね、小池百合子はですね、いや、待ったと。安全より安心だとかわけのわかんない感情論を持ち出してですね、もう結局散々、 えー、豊洲移転を延期させたというのはありました。もうそのおかげで、ね、東京オリンピックにも一部間に合わずにですね。はい、えー、今となってはですね、豊洲にね、こう、市場が移転して営業をしてるなんて当たり前の話ですからね。なんか問題あったかと。なんもないですから。こんなの単なる小池はですね、前任者の仕事をちゃぶ台返しし、仕事していますとアピールしてるだけですからね。 はい。まあ、なのでですね、その、小池百合子にもですね、蓮舫と同レベルのですね、えー、ことをし激かした覚悟があるということでですね、まあ、歴史は繰り返すというかですね、まあ、なんつうかですね、あこの、まあ、あえてこういう言い方しますけど、この女性、政治家とかね、まあそういうのね、なんかね、感情論に訴えて非科学的なことを主張するシーンが結構あるんですよね。 もうやめてくんねえか、政治家、そういうやつは。別に女性がね、政治家やるのはいいけれども、非科学的な話をするな、つう話でね。そんなのに付き合わされるカルト集団じゃないんだから、都民は。えー、カルト集団なんて、ね、世間の嫌われ者でですね、えー、関わりたくないんだから、お前ら勝手に自分家の庭でやってる、この神宮外苑の再開発だって、これ神宮の、明治神宮の土地ですからね、これ。 はい。えー、もう、ネットでもそのように言われ、え、初めて来てですね。やっとなんかね、ああまあ、あ知ってる人も増えてきたなって感じ。これ、明治神宮が自分の土地で再開発するって話ですから、本来外部が口出すような話じゃないんですよ。木を切ろうが何しようが自由なんですね、これ。はい。えー、しかもこっちの木を根こそぎ切るっていうかそういう話じゃないんだから。こっちのちょろちょろっと道端に生えてる木を切って移そうって話なんだから、これ。えー、ごちゃごちゃ文句言うなって話でね。 はい、ええー、まあそういうわけなんで、この中もう非科学的なですね、政治家同士でですね、<laughs> ええー、なんかもうね、被害こむるのはもう都民という感じで、もう平川司さあしもですね。 えー、神宮の森と神宮外苑が違うことも理解せず何を視察してきたのかと。今回は森の部分は関係ないということでね。ようやくこの神宮外苑のですね、木を切るなみたいな話が馬鹿げてるっていう論調になってきたなとは。まあこれも連邦の一つの功績かもしれません。連邦がこんなこと言ってんだから、これは間違ってるに違いないというですね。えー、そういうあさっての方向から理解が進む人も一部いますからね。はい、えー、まあそんな話でですね。 はい、えー、ようやく、えー、まともな議論になりつつあるこの神宮外苑の話なんですが、まあこれ一つ取ってみても、まあ蓮舫がね、えー、土地の、まあ、職をちゃんと全うできる能力なんではないというのがよくわかりますんで、はい、こういう距離こう、まあ、えー、負けたくないんで1万円ばらまいてから出馬という、こっちもどうなんだっいう話、<laughs> ばらまくんだったら全員にばらまけという話なんですけれども、 はい、えー、一体この土地戦どうなってしまうのかと、7月7日、あ運命の投開票を迎えます。というわけで、えー、本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。